ローズリーパタパタ級スロー 3.5 号登場。ふわっと見せて、ギュッと抱かせる。しゃくり後の間が長いから寄せる力が違う。チャームポーズ。進化速度1メートル約 5.5 秒のスローフォール。パタパタ級スロー最大の特徴はパタパタフィンワイド搭載。アピールして抱かせるダブル波動。ポールの角度が緩くなることで物の中に入りにくく、しゃくり後の間も長いチャームポーズでチョーカーアップに貢献。チャームポーズ採用で寄せる力が違う。しゃくった後、進化姿勢に移行するまでの間を長くすることで従来エディよりも大きくアピール可能。従来エディ約 0.3 秒に対し、パタパタ級スローは約 0.46 秒。間を長くすることで大きくアピール。間を長くすることで大きくアピール。それがチャームポーズ。波動が大きくアピールが強い。パタパタフィンスリムに比べてワイドでありながら切れ目を入れることで上側の微波動で抱かせ、下側の強波動でアピール。しゃくり後の間が長いから寄せる力が違う。それがチャームポーズ。物の中に入りにくい。ポールの角度が緩くなることで物の中でのトラブル回避を実現。間を長くすることでイカを寄せる力になる。すなわちそれがチャームポーズ。こちらがパタパタ級スロー 3.5 号です。こちらの大きな特徴はパタパタフィンワイド、もう一つはウエイトテールバランサーです。このパタパタフィンワイドはですね、切れ目が入っておりまして、しかも装着されている向きが新しく新設計になっております。この2つの装備によってしゃくり上がってフォールに移行するアクションの間にですね、チャームポーズというアオリイカにしっかり見せて抱かせる間を取ることができるようになっております。チャームポーズで見せて抱かせるパタパタ級スロー登場。チャームポーズ。